こんにちは、店の仕事道具店です。今日はちょっとした機能があるすぐ使いたくなるカッターハサミを紹介していきます。最初は段ボール開梱レターオープナーの専用カッター系を紹介していきます。段ボールカッター緑から1078円。刃はセラミックでできており、段ボールの開梱作業と雑誌や新聞の一枚切りなどに使えるカッターです。使用シーンは過去動画からちょっと紹介します。では、早速開けてみましょう。こんな感じでキャップを開けたら、くぼみに合わせてスーッと引いていきます。この動画では、より強度のある布タイプのガム手で試してます。紙よりね、布の方が強度があるので、特に問題なくスムーズに開梱することができました。カラーはこちらの3色展開となっています。2つ目はシュットサンスターブングから770円です。カラーは4色展開です。こちらは段ボール開梱とレターオープナーの 2way 仕様となっています。レターオープナーは封筒のところに切れ込みを入れて開ける式なのでゴミが出ないのが一押しポイント。段ボールカッターの方にはロックがついています。キャップがない仕様なんですが、ロックを押して解除しない限りは刃が出てこないので安心ですね。使うときはロックボタンを押し続けているときだけ刃が出てきます。レターオープナーを試してみます。シュッと本体にレターのアイコンが書いてある方から手紙をこんな感じで差し込んでギュッと引きます。動画のはね、ちょっとサンプルで薄くて柔らかい切りにくい紙質なのと中身は空っぽっていうので切りにくいんですけど、実際の郵便物を開けるときはすごいシュッと開けることができました。中のものも傷つかなくてすごく使いやすかったです。どちらのカッターにも本体にマグネットが仕込まれているので玄関ドアとか冷蔵庫に貼り付けて保管することができます。撮影場所はね、ちょっといい感じにマグネットがなくて金庫で試してますがしっかりくっついてます。次はアニマルマスキングテープ用カッター2個入り、スガイワールドから528円。マスキングテープに抱きつかせて使うマステカッターです。こちら最初ね、猫だと思ったんですけど、ハムスターでした。ファイバー紙という特殊紙でできていて軽量なので持ち運びに便利ですよ。お尻のギザギザ部分でテープをカット。対応幅は 15mm 幅 10m 巻きの普通のマステですね。顔をテープ側に向かせて力任せにギュッとまず抱きつかせて、あとは手と足に切り込みが入っているので引っ掛けて固定します。動画ではね、だいぶカットしてますが切り込みが小さくて結構苦戦しました。あー、かわいいですね。抱きつき方をちょっと微調整してテープを引き出せるように調整しました。切れ味の方もね、問題なくギザギザっと切れるのがおしゃれでいい感じだと思います。とにかく可愛いこちらのテープカッターですが、一番人気はコアラです。次はコンパクト系なハサミを2つ紹介していこうと思います。折りたたみタイプとスティックタイプのハサミです。まずはね、折りたたみハサミです。右が通常サイズのハサミですね。インポート品で550円です。こちらは取っ手の部分をくるっとこんな感じで折りたたむことができる折りたたみハサミになっていて、取っ手部分が重ならないようにできているので畳んでも薄いです。サイズ感はね、こんな感じで10円玉2枚に縦に並べたぐらい、5センチぐらいです。カラーはこちらの5色パステルカラーです。輪っかに手を通して使えるのですごい安定感があります。では実際に切ってみます。切れ味は全然問題ありません。取っ手にね、手を引っ掛けてるのと刃先が小さいので細かい部分まで上手に切れます。ちょっと加工動画からこちらも拝借してるんですが、厚手の紙を今切っていてこれも問題なくて、薄めの段ボールもね、全然問題なく切ることができました。もう一つはスティッキールハサミサンスターブングから660円。商品名がダジャレになってますね。バネがついているので刃が開いた状態がデフォルトになっています。スティック状でもね、刃がサッと開くのでサクサクと切ることができます。付属のキャップをかぶせることでこの刃を閉じることができます。キャップには転がり防止の突起がついてます。スリムなボディもそうなんですけど、半透明と優しいカラーっていうのは結構テンション上がりますね。カラーはこちらの6色の展開です。
こちらも実際に切っていきます。開く作業がないのでね、手が疲れにくいなと思いました。ただね、ちょっと私の不器用さも相まってかカーブとかは難しかったです。直線のカットはね、めちゃめちゃやりやすいので、出先で洋服の糸くず切ったりとか指示をカットするのに向いてます。コンパクトなハサミは小さなペンケースやポーチにも入るので、出先で活躍しそうですね。最後はこちらの宅配開梱ハサミ、明大から1980円です。何度かね、過去動画にも登場したことがあるぐらい一番のお気に入りがこのハサミで、片方の刃が少し長くできていて、段ボールの開梱時に差し込んで使うことができます。そして刃にある小さなくぼみによって、ガムテープとかのね、粘着物を切った時でも汚れが付着しにくく、ついてもね、落としやすいような仕様になっています。刃物のね、名産で作られているので、切れ味はお墨付きです。ちょっと過去動画から使用シーン拝借します。こんな感じで刃を閉じた状態で段ボールのね、隙間にピッと入れてガムテを切っていきます。刃が入りすぎないので中のものも傷つかないし、刃は閉じた状態なので手がこううっかり切れちゃうということもなくて、安心して使うことができます。切れ味もこんな感じで、段ボールとかは多少ね、力はいるんですけど、すごい綺麗に切れます。断面も潰れることなくスパッと切れてますね。ではハムスターにね、あのマステカッター、ハムスターにじゃないや、ハムスターのマステカッターをセッティングするのに苦戦する様子を添えて雑談を今日していきます。天の仕事道具店はこの4月5月あたりで3周年を迎えます。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。あの4月5月と曖昧なのは、確かね、緊急事態宣言が出る前、2020年の3月ぐらいに仕入れ始めて、4月ぐらいにお店を作って、オンラインショップですねを作って、5月ぐらいから販売してたような気がするなというので、ちょっと曖昧なんですけど、あのそろそろ周年企画をやりたいなと思っています。今まではインスタのフォロワー様と、あと、まあ、ネットショップのね、あの利用者の方とか、あとお店に来てくれる方とお祝いしてたんですけど、今年はすごい YouTube たくさんの方が見てくれるようになったので、もっともっと大きなことやりたいなと思ってて、クーポンとかね、そういうのはまあもちろん、あの感謝の気持ちを込めてやるんですけど、あのちょっと近いうちにね、ハワイ旅行に行く予定なので、海外の文房具を、あの良さそうなやつをね、見繕ってプレゼント企画をやってみたいなと思っていたりとか、あとなんか皆さんと一緒に作り上げる何かができたらなと思って考えてます。ちょっとどこまで本当にできるかわかんないんですけど、なんかいいアイデアとか要望とかあったら、ぜひまたコメントで教えてください。最後までご覧いただきありがとうございます。レターオープナー本当に便利でおすすめなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。またねー。